どうだった私たちのステージ。初めてにしてはよくやったんじゃないか。なんだか仲悪いですよね。あれはそういうのじゃないわよ。ねえアクア、今勝ちの茜とはうまくいってるの？まだあれから会ってない。そりゃただの仕事相手だしな。仕事？ふん、そうよね、頂上の演出ってやつね。あるある。あんたも哀れね。ダメよ、ああいうの本気にしちゃ。あ、有馬ちゃん、白炭のこと。なんでそんなことしてたわけ？だってお前俺と話してくれなかったじゃん。それだけであのクソ熱いかぶり物して走ったり踊ったりしてたわけ？あくまで妹の初ライブを成功させるため。便利な言い訳持ってるわね。帰る。私と話がしたくて変なことしちゃったのバレて恥ずかしくて逃げんの？変な誤解してるみたいだから徹底的に討論してやる。読むところですけど、あの二人仲直りしたみたいでよかったね。あれくらいかましてくる人じゃないと関係続かないんだよ。先輩といるときはちょっと昔のお兄ちゃんみたい。